にあの幽霊が見えるとか、あるでしょ、はい、見える系の人、うんうん、圧倒的に女性の方が多いんだけど、そうなんだ。面白い話があって、見える系の人って、ね、見分ける方法、え、知りたい。幽霊なんかがこう見える人たちの 100% じゃないよ、うん、一つの指針として、うん、ろうそくを見てもらうってのはね、ろうそくを見てもらう、そのろうそくの炎を絵で描いてもらう。ろうそくの炎ってどんな形してる？普通にろうそくまず描いて、炎上にこう、こういう感じですかね。ろうそくの火があって発光してるでしょ、はい、大体炎ってこんな細長い、うん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 、普通の人はこう見えるわけ、うんうん、でも、まあ全部じゃないんだけど、その見える系の霊能者の人がろうそくを見るとまん丸に見える。まん丸に見えてるの、なんでだろう、同じものを見てるはずなのに。それは光ってるところは可視光線、その外側っていうのは温度なんて赤外線領域だけ、赤外線って見えないでしょ、はい、赤外線カメラだところなんだけど、つまり赤外線領域を光としてあの近くで来てる。すげー、なるほど、科学というか理屈すごっ、うん、めっちゃ納得しちゃった。だからその一般の人がここからここまでっていう領域で見えるって言ってるんだけども、はみ出してるここまで見えてるんだよ、同じもの見てるのに見え方違うんだ。だから皆さん、あの自分が見てるこの世界が同じように見えてると思って、同じわよ。